さあヒーローは遅れてやってくる HBM 選手8番席にやってまいりました。緑茶センスをどっついております。さあ改めまして選手を8名着席いたしました。地味な様準備はよろしいでしょうか。タイマーの準備もよろしいでしょうか。では改めて5番台のこのバシシさんスタートボタン、それ以外の方はタイマーにご注目をお願いします。それではタイマースタートします。3、2、1スタート。さあバシシ選手がスタートいたしました。次のスタートは HR 選手で 1分近くありますかね。さあ成り行きでまたマイクを持たされることになりましたひよこでございますが、さあまだ2番手以降の選手のスタートまではまだ多少の時間があるようでございます。1番手スタートのバシシ選手は危なげなくきれいに地形を積んでまいります。さあ間もなく HR さんのスタートでございます。さあ HR さん5秒前、3、2、1スタート。さあちょっと空きますかね。次緑茶さんですね。緑茶さんまだ35秒ほどございます。それからさほど間を置かずに CRC ラボさんのスタートとなります。はい、でまた不調がありましたら言っていただければ一旦止めますので今のようにお願いいたします。終わってからのやり直しはできませんからね、はい、おかしかったらすぐ行ってくださいね。はい、お願いします。緑茶さん10秒前、緑茶さん行きますよ。5、4、3、2、1スタート。さあ次は CRC ラムさんが5、4、3、2、1スタート。さあ次は SMD さんが10秒前、行きましょう。5、4、3、2、1スタート。さあ HBM さんが2スタート。ほとんど完璧隙間がありませんでした。次は SKR さんですね。さあ SKR さん10秒前、スキャンさん5、4、3、2、1スタート。さあ4、3、2、1スタート。さあこれで全員スタート。ラムさん大丈夫？あればればればレバー大丈夫レバー大丈夫です。さあこれはどうでしょうか。バシさんがが極端に地形が汚い人はいませんね。準決勝なんでこれ結構いい、毎回準決勝はレベルが高いので今回も例に漏れずに感じてたと思うんですが、さあ地形が汚れている、本当に綺麗に積み上がってる。皆さん今日お久しぶりの肉さんが9分12秒まで記録を伸ばしてきたということで、かなり速いですよね、9分12秒。もうトップ、本当に世界的にもトップの方のプレイヤーになってます。今日は8分台の方がいらっしゃらないので、ね、今日は肉さんが最速タイムの持ち主になります。本当に素晴らしいプレーを先ほどから見せていただいているので、もう一回ちょっとありましたが、これは大丈夫そうですね。まあ、HR ちょっと形が厳しいですが、これはボールさえ引ければ問題ないと。削りも綺麗に見えていました。そうですね。皆さんのプレーはピンポイントで棒が通らないタイミングで棒が来てしまいましたが、
張っていくことなきを得ました。1アール3、右の2人がちょっと騒がしくなってきましたが、バシさんいいですね、非常に下の方で手堅く組んでます。これはまあ 20G まで始まるまで取っておけば問題なさそうなミスですね。ただ今バシさんレベル360、さあシンガリスタートの肉さんですが210、トップとシンガリのレベルが150でいったところ、はい、まだまだ試合の行方は上がりません。画面左下が最初にスタートと最後にスタートの2人です。でワンピガーのバシさんが最初で、ツーピガーのジキさんが最後のスタート。さあここでトップが400台に突入しました。追いすがる南野さんのタイムでございますが、皆さん、画面上の4名は順調ですか？全体的には相変わらず南地形が綺麗な状態を保っている感じです。地形がきついかなと思いましたが、これは大丈夫です。地形は高めですが、全体的には綺麗ですね。そうですね、綺麗ですね。素晴らしい。やっぱり人によって積み方若干違うのがいいですよね。個性が出ますね。こういう感じなんだみたいな見てると楽しい。腕前だけじゃなくてそのプレースタイルの違いが出るっていう感じがしますね。すごくこれは感じます、ね、タイム関係なく、ゲーム出したばっかりのプレイヤーでもちょっと自分とは違うと面白い。あるいは自分に思いつかない積み方、積みの選択ですか。あります。あ、それ考えの下がったみたいなことはよくあります。他の方のプレイを参考にするのは大事です、はい。このゲーム、本当にタイムとか上手さ関係なく、この人のプレイでも参考にはなりますので、とても楽しいことをしてるかなと思います。さあ、そうこうしてる間にバシジ選手が500台に突入しております。はい。さあ、次に500台に入りそうなのはどなたでしょうか。あっと、エイちゃんさん、ちょっとこれはブレーキがかかってしまったが、今20突入。あーっと、HBM 選手424。最後にやってきて最初に星になってしまいました。こんなこともあるのがマスターズ。さあ、アタロさんが HBM さんにマイクを渡そうとしましたが拒否されました。プロレスの感覚になってきて、さあ、どうですか。エイス・ミダルさん、ちょっと厳しいかな。どうかな、そこはうまくさばけるか。さあ、ブロックがちょっとどうなんだ。さあ、エイス・ミダルさん、ちょっと怖い状態が続く。横の HR さんは非常に順調。さあ、これで全員500台に入っていますね。600台にも2人入っています、はい、バシシ選手と HR 選手。バシシ選手が667でトップを走っていますが、 HR 選手現在636、差は50を切っている。さあ、どうだ。ちょっと石田さん怖い姿勢になっているが、うまい。これはうまく渡していく。さあ、どうだどうだどうだ。さあ、もう2連をうまくさばく。いや、うまい。いない、あー、いない、大丈夫。ちょっとバシさんが穴が、あーっと、 SQR さん
そして現在700台に突入しているのが3名。トップのラシシさんが747のところで、さあもう HR さんがすぐ後ろに迫っている748。そして緑茶さんも来てますね。緑茶さんも来ているところが767。さあもうトップ3人が団子状態、770でほぼ並んでいます。そしてそのすぐ後ろに CRC ラムさん、そして肉さんと SME さんも700さん。これ怖い。さあどうだ、貼って帰ったか。さあバシスさん、これはちょっと怖い。青を引けるか。どうだ、これは切り。いや、まだまだあります。さあ残念、バシスさんが、なん816で窒息。先頭集団の一人が脱落してました。さあこれで現状トップは緑茶さんが860で6、はい、すぐ後ろに HR さんがいますが、徐々に離されていく格好でしょうか。これは HRC ラムさんが迫ってきてますね、HR さん。さあここまで脱落者3人、落ちるのは1人。そして現在出遅れてしまっているのは SMD さんが若干出遅れてしまっているでしょうか。さあ900台に3人入っています。緑茶さんが930、 HR さんが930、そして CRC ラムさんが920。この3人がこのまま行けば1着から3着になりますが、SMD さんはこの状態からの逆転はかなり厳しいでしょうか。レベル差が4着との間が30ぐらい空いてしまっています。さあ今の差長い位、やはりこの男化け物である。さあ3着 HRC ラムさん。さあ最後の1人、このまま続かなく肉さんが完走するか。そうですね。さあ残りレベル10、ガンガン積んでいきます、ガンガン積んでいきます。そして GM、